大人の ADHD、または成人の ADHD 内視は、大人の注意欠陥多動性障害は、大人における注意欠陥多動性障害という神経、生物学的な疾患である。2013年の DSM-5 によって、診断基準が追加された。かつては、ADO と呼ばれていた。現状では、解説は、注意欠陥多動性障害に詳しい。幼少期から、 症状のある子たちのうち約3分の1から3分の2の子らは、生涯を通して ADHD の目立つ症状を表し続ける。DSM-5 では3種類の ADHD が区別されている。多動、衝動型の症状がその後の人生で現れることは比較的少ない。多動の症状は次第に内面的な落ち着きのなさへと変わっていく傾向がある。この変化は 青年期に始まり、この落ち着きのなさは大人になってからも継続する。大人の ADHD は、典型的には、注意散漫であること、作業をやり遂げるのが困難であること、ぐずぐずすること、そして整理整頓ができないという、問題によって特徴づけられる。とりわけ、ADHD のある大人は、指示に従うこと、情報を想起すること、集中すること、整理整頓する任務、 指定された時間の枠内で作業をやり終えることそして待ち合わせをした時に時間通りに来ることが常に困難であるという症状を示す。これらの困難は ADHD を持つ大人の生活におけるいくつかの異なる領域に影響を与え、例えばそれらの困難は情緒面の問題、社交面の問題、職務上の問題、結婚に関わる問題、法律上の問題、 金銭上の問題なおかつ、あるいはまたは学業上の問題を引き起こす。結果として、通常は自尊心が損なわれていく。しかしながら、一旦適切な助言や指導が行われさえすれば、ADHD のこれらの特質は仕事上の成功へとつながることもあり得るし、時には批判的思考や創造性における比類のない強みへとつながることもあり得る。疾患の診断は、 臨床医による一回か数回の査定面談をもとにして行われる。査定は次のことを検討するのを含む。ADHD にしばしば併発する疾患にさらにかかっている可能性を診断するための診察も同時に行われる。併発する疾患は併存疾患ないしは併存障害と呼ばれる。この疾患は高度に遺伝性のものである。そしてこの疾患の正確な原因は 完全には分かっていないが、遺伝的あるいは環境的要因が関与していると理解されている。ADHD は小児期に発症する疾患であり、通常はこの疾患があると診断されるためには12歳よりも前から症状が現れている必要がある。治療中の小児は成人になるとともにもし必要であれば、成人医療へとそのまま移行する。他方で成人の診断は、 患者の経歴を十分に検討することを含む ADHD の人が学校や仕事場にいる間はより効率的で生産的に作業をすることを助けるために合理的な居場所を整備することができる2013年版の精神障害の診断と統計マニュアルである DSM-5 は3種類の ADHD を定義している不注意優勢型多度衝動優勢型2つの 型療法の症状が現れる。複合型 ADHD の診断基準を満たす人は必ず次の症状を表している。ADHD は慢性疾患なので幼少期から始まり全障害を通して持続する。ADHD のある子供の33から66%が大人になっても ADHD 関連の著しい症状を持ち続けると見積もられている。このことは教育。 就職そして人間関係に重大な影響を与える。ADHD のある人は自己統制や自分でやる気を起こすことを苦手とする。このことは注意散漫である、ぐずぐずする、やることが乱雑であるといった問題のある性格をさらに助長する。彼らは雑然としていて注意散漫さを直し効率的に動くためにはきつい刺激を必要とする傾向がある。 他者からしばしばみなされる。しかし ADHD のある成人の学習をする潜在能力や知能全般は、この障害を持たない成人の潜在能力や知能と全く異なるところがない。子供を担当する教師やケア従事者はしばしば ADHD の症状に順応するが、大人と接する雇用主やその他の人たちは、そのような ADHD の行動を症状とみなすことは、より少ない。 これは、ある程度は、症状が成長するにつれ変化するからである。ADHD のある大人は、明らかな多動の行動をすることが少ない。その代わりに、ADHD のある大人は、自分の多動性が内面化するにつれて自分は、絶え間なく心が活動していると述べたり、内面的な落ち着きのなさがあると述べたりすることがある。ADHD の症状は個人ごとに様々に、 幅広く異なりうるし、一個人の障害の間に幅広く変化しうる。ADHD の神経生物学が進展するにつれて ADHD のある人が表す困難は、実行機能を司る脳の部位に障害があることに、起因することが明らかになりつつある。この脳の部位の障害は注意力を維持すること、計画を立てること、整理すること、優先順位をつけること、 時間の配分、衝動の統制そして決断に関わる障害を引き起こす。これらの弱点が引き起こす障害は中程度のものから極端なものまで程度に幅がある。この障害は自分の生活を効率的に構成すること、毎日の仕事の計画を効率的に立てることへの無能力を引き起こす。起こりうることに気づいている時でさえ、 そのことについて考えることやそのことに応じて行為することに無能となるということも、この障害は引き起こす。これらは学校や職場での出来の悪さを引き起こし、そのことは学校や職場での成績不振を生じる。若い成人の場合、交通違反を伴う車の運転歴の悪さや、アルコール依存症ないしは薬物乱用の経歴が表面化することがある。 こうした困難はしばしば ADHD の人の観察される行動に起因する。しかもこうしたことは ADHD の人がそれを避けようと誠実に努力したり、そのことによって面倒なことになると本当に分かっていたりしても起こる。ADHD の人は同じ年頃の大人や同様の経験をしてきた大人なら、理解している、あるいは知っている、はずのことをしばしば見落とす。 これらの逸脱のせいで ADHD のある人は他者から怠け者、バカ、思いやりがないなどと呼ばれる。問題が溜まってくるにつれて自分についての悲観的な見解が確立されてうまくいかないことの悪循環が組み立てられる。ADHD の成人のうち80%に上る人たちがうつや不安といった何らかの種類の精神の病的状態にある可能性がある。 ADHD のある人の多くはそれに加えて、独自障害のような学習障害を併発しており、このことはその人の困難の一因となっている。ADHD のある成人に関する研究がこれまで示してきたところによると、非常に頻繁に彼らは子供の頃、不名誉なことや鬱を経験していて、その経験は通常無視されたと感じたり自分が仲間と異なると感じたりすることから生じている。 これらの問題は、強度のうつの問題、薬物乱用の問題、そして人間関係の問題に一定の役割を果たしている可能性がある。そしてそれら人間関係などの問題は、ADHD のある成人のその後の人生に影響を及ぼす。この30年間で ADHD 研究は大いに進展してきた。ADHD の原因を説明する統一理論は、 まだ一つも存在しない。遺伝的要因が重要な働きをしていると推測されており、環境的要因が症状の現れ方に影響を及ぼしているのかもしれないと言われてきた。ADHD のある人は実行機能に難点があるということがだんだん受け入れられるようになってきた。人のような高等生物の場合、前頭葉が実行機能を司っていると考えられている。 成し遂げることを必要とする作業を、その作業を成し遂げるために何かを構成すること、行為の規決を査定すること、考えることや、行為の優先順位をつけること、時間に絶えず注意していること、周囲との相互作用に気づいていること、割って入ってくる刺激に逆らって集中する能力、そして変わりゆく状況に適応することを思い起こす、ことを前頭葉は可能にする。構造及び、または、 機能画像処理技術、覚醒剤、心理介入に基づいた、いくつかの系統の研究は、ADHD がある人のドーパミン及びアドレナリンの経路にある変質を特定してきた。とりわけ前頭、前のの所領域の変質が、最も大きいと思われる。ドーパミンと乗るアドレナリンは、脳機能の中で重要な役割を果たしている神経、伝達物質である。 ドーパミントノルアドレナリンを吸い取る取り込み輸送体が ADHD の人の脳では働きすぎていて、健常者よりもずっと早く、シナプスからそれらの神経伝達物質を取り除いてしまう。このことは脳における処理の遅延やサリエンスを引き起こし、ワーキングメモリの働きを悪くすると考えられている。大人が ADHD かどうかの診断は、症状が以前から認識されていなかったとしても、 症状が子供の頃にも現れていたかどうかを過去に遡って立証することを必要とする。統合失調症のような他の精神障害と同様 ADHD を診断する客観的な検査は存在しない。むしろ ADHD の診断は家族から得た裏付けとなる証拠や過去の成績表などを含めて幼児期まで遡って注意深く調べた症状の 経歴を組み合わせたものである。ADHD を診断するスクリーニング、検査は、うつ病、不安症あるいは薬物乱用のような他の疾患、ないしは、鑑別を要する疾患を除外しようとも努める。甲状腺機能更新症のような他の疾患も、ADHD と似た症状を表すことがあるので、そういった他の疾患も除外する必要がある。 自閉スペクトラム症の一つであるアスペルガー症候群は時々 ADHD と間違われる。このように間違われるのは実行機能の障害が一部のアスペルガー症候群の人に見られるためである。アスペルガー症候群は典型的には社会的に交流することの困難、限定的で繰り返されるパターンの行動、興味の対象が限定的であること、 そして過敏症を含む感覚処理の障害も伴う。このことに加えて ADHD のある大人の多くは不安症や、うつ病から薬物乱用に至る、様々な他の合併症にもかかっているために、大人に ADHD があるかどうかについての診断の質は、しばしば歪められうる。診断されるかもしれないと思ってやってくる、成人の患者の査定は、自身の経歴。 情報そして洞察を提供する能力がより高いおかげで子供の査定よりも正確なものであり得る。しかしながら多くの人々、とりわけ知能の高い人たちは ADHD の障害を隠す対処方法を上達させるのであり、それゆえ彼らは診断や治療を求めないということはこれまで注意されてきた。IQ テスト、標準学力テスト、ないしは 神経心理学的テストといった公式のテストや査定手段は外して ADHD のある人を特定するのには役に立たない。さらに現在利用できるどの生理学的な医師は医学的尺度も診断をする上で完全ではない。しかしながら心理教育的テストや医学的テストは ADHD と似た行動と関連があるかもしれない疾患であると診断したり、 その疾患を排除したりするのに役立つ。アメリカ合衆国では医療と精神衛生の専門家はアメリカ精神医学会の精神障害の診断と統計マニュアルに従っている。他のところでは医療従事者はしばしば世界保健機関が発行している疾病及び関連保険問題の国際統計分類を用いている。 これらのマニュアルや分類は時折更新されて、知識や治療法の変化を取り入れている。例えば、DSM4 の下では、成人の ADHD の診断基準はおおむね、子供と同じ診断基準に従っていた。しかし DSM-5 の修正案は、ADHD のいくつかの症状に関して、子供と成人の症状の現れ方を区別している。ありがとうございます。